阪は今万博を招致し、まさにグローバルシティとなっています。さまざまな方々が訪れるため、しっかりとお客様を満足させるスキルを磨くことが大切だと言っています。分かってるわよね。準備はいいですか？では始めます。エンターテイメントの究極の形だぞ。ミスは許されないぞ。グローバル時代に取り残されるぞ。指の先まで神経を研ぎ澄ませろ。イマジネーション、イマジネーション、イマジネーション。で、何したらええの？